はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ファイアープロ、キャプテン翼2スーパーストライカーライブ配信始めていこうと思います。いつも通りツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。ツイッチアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブ は YouTube でも2日後8日21時頃からプレミア公開でアップロードいたします。ぜひ YouTube でもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live Archive My YouTube チャンネルプレミアライブアップロード2 days after My YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。では、始めていきましょう。今回は3回戦ですね。ソーダくんが登場ですね。あとゴールキーパーの中西くんっていうのもディフェンス力が高いですね。攻撃の隙を狙ってカウンターアタックをかけるんだということで、なかなか点は取れそうになさそうです。その隙を狙ってなんとか点を奪ってほしいところですね。では行きましょうか。キックオフ立浪ですね。立浪ってどんな感じなんだろう。行きましょう。相手の立浪からですね、パスされた。そこを浦部くんが、浦部くんって誰だっけ、9番。岩又だけ。3位木杉くん、岩又だけ。ワンツーリターンだ、つらい。9番ヘディングシュートだが、石崎くんがこぼれ球にして岸田くんがナイスフォロー。岸田くんがパスです。さあ伊沢くんが、ソーダくん来ましたか。ここはまともに戦わないで浦部くんに渡しましょう。お、ソーダくんがこぼれ球になって美咲くんが拾った。どうだろう、ここ新田くんに渡してみるか。さすがパスの能力が高い美咲くん。でもキーパー強いからな。いや、これドリブルでいこう。勝負だ。あれ、中西くんだ。シュート、はやぶさシュート、くらえ、はやぶさシュート。新田くん、はやぶさシュート打ちます。決まりました。1対1になりましたからね。あ、ツイッチですね、フォロワー増えました、ありがとうございます。
さあ試合再開です。パスできないや。伊沢くんがついた。タックル。こぼれ球ね。石崎くんがフォロー。石崎くんちょっと前に出過ぎている。一度滝くんに渡します。と。見せかけて新田くんへ。ただ新田くんガッツ使ってるからな、はやぶさシュートで。あ、でもまだ余裕ありますね。ワンツー行きましょう。いや、木杉くんへ。木杉くんパスキャッチ。いいですね。なんか全然相手の守備が届いてないよな。ん？なんで？こぼれ球になってしまった。今度は敵を5番。おっと、新田くんと美咲くんがとにかく競り合う。新田くんが弾いてゴールキックです。ソダ君に渡ってしまう。ソダ君、滝井君と新田君がつきましたね。ソダ君貸して。え、ここで打つの？ソダ君嘘だろ。今日はエアマッタが距離がちょっと長すぎるじゃん。なんだこの曲がり方。おっと、助かった。助かりましたね。なんとソダ君カミソリスーとは怖いな。超ロングのカミソリシュートでしたからね。バーに救われた後、押し込んじゃうケースもあるんだけど、そうはならなかったです。難しい。ドリブル？いや、でもあんまりディフェンダーが前に出るのはどうかな。伊沢くんがパスキャッチです。とここで新田くんへ縦パスを出します。ソダくんがインターセプトしてしまったか。やばいな。今度はカミソリパス。どこにいるんだ。動かない。敵の9番だ。いや、パスいい。下11番にパスキャッチ。シューツ。ダメだ、誰も防げない。こぼれ球、立浪コーナーキックです。ソダ君カミソリパスっていうのを見せるんですね。さあ、ここ結構大事です。え、なんで。いやいや、おかしいだろう。お、ナイス石崎くん。これでどうかな。でも厳しいだろうな。決まってしまった。え、コーナーキックでカミソリシュートって何それ。
再開。さあ気を取り直して、キスイ君へ。何やってんだ、今のミスだミスだミスだ。そ、岸田くんと翡翠くんがついた。カミソリパス無理だ。どこまでパスするんだ、ほとんどゴール前だから一人しかおらんやん。ソーダくんになぜ、ソーダくんなぜここにいると思った。結構後ろだ。何度カミソリパス出すんだ。またダメだ、誰も防げない。ムサくんなんとかパス、だが敵を7番に渡ってしまう。ボレーシュート。さあここどうなんだ、パンチングで防いだが滝くんです。お、これチャンスかもね。新田くんへ、この2番誰だ、岸田くん。なんで前に出したくない。いや裏ついてるんだからこれ行こう。翡翠くん勝負です。ドリブルで越えます。え嘘、何この守備の硬さ。こぼれ球、なんかボールを取る率が高くない相手の。イザクナイス、イザクにパス、まあ、ほとんどもう時間ないですからね。シュートって何があるんだっけ。無理でしょう。クリアです。中山くんカット、ちょっと時間なさすぎるか。中山くんあんまり遠くへ出しすぎるのもどうかな。さあタックン、だが敵を2番がいます。そこを木杉くんにこぼれ玉になってしまう。クリア、敵の10番に渡ってしまう。ワンツーリターンで一気に前進へ。おっと、ここで前半終了です。では、後半行きましょう。後半は南葛側から。ワンツーザク、ワンツーリターン。ソーダくん向かうが弱っただけ。翡翠くんパス成功だがちょっと突出しすぎている。二択ワンツーリターン、
さあ、キスイ君結構前に行ってますね。奇襲戦法だ。ボレーシュート。あー、ダメだ。ダメだ。でもキスイ君まだいけますよ。ダメだ、クリアされた。タキ君が、タキ君いいんじゃないでしょうか。ここで誰だこの9番、新田君か。さあ、今の状況だと木杉君へ。嘘、中西君がボールと会えた。パスカットを競り合う。こぼれ球は敵を5番に渡る。とにかく競り合う。クリアしてしまう。今度は高杉くん、パスカットかな。あ、かわされた。ソダくんがワンツーリターン。これ結構前出て完全に破られてしまう。またソダくんワンツーリターンだ。敵の9番に森崎くん、これ飛び出してみよう。ナイス森崎くん、飛び出す判断がきちっと出たが、ワンツーかな。タキ君とワンツー、どんどんガッツ使っちゃいましょう。今度はもう一回タキ君と。さあ、新田君今どこにいるんだ。ゴール前か。もうこれ行きましょう。シュートです。ヘディングシュート。あー、中西くんやっぱり強いな。浦部くんがカバーです。木杉くんへ。ん、いや、さすがにそれは無理がある。三崎くんへ。さあ、もちろんあのオーバーヘッドキック決まりました。再びリードです。
さあ試合再開です。相手側ボール、敵を9番がキャッチ、3人が囲みましたね。こぼれ球、滝くんがフォロー。強い9番とワンツー、新田くんワンツーリターン、ナイス。滝くん出し抜き成功です。まあ5番がいるけどな。シュート行きましょう。滝くんシュート、でもこぼれ球か。なんかつコーナーキックです。さあショートコ、いつも通りショートコーナーかな。 あんまりガッツがないんで浦部くんに渡そう。さあ浦部くん、敵は8番が来た。新田くんが、まあ美咲くんに渡ればそれでいいんだよな。勝つためにはダメだ、こぼれ球になってしまう。だがそこに美咲くんがいる。これを新田くんに渡す。4人に囲まれている。いきます、ヘディングシュート。あーダメだ、何度でも競り合う。この球は美咲くんに渡った。美咲くんチャンスじゃないの。オーバーヘッドキック、ソータくんだ。勢い弱まったが届かない。決まりました、3対1、2点差がつきました。やっぱりあれですね、美咲くんのオーバーヘッドキックがやっぱり2点差をつけて残り13分です。さあ滝くんたち4人が囲った、なんとかボールを。ボールを確保したい。ボール、美咲くんがインターセプト。浦部くんへ。浦部くんパスをキャッチ。さあ今度はワンツーですね。ワンツーで美咲くんと。さあ浦部くんこのまま行っちゃう、それともと見せかけて美咲くんへ。あと敵の5番が、まあ、勢い弱まっただけ。再度美咲くんに託します。何回でもやるよオーバーヘッドキック。3点差でかいからな、この時間帯で。
隙がありました。ソーダ君も防ごうとしたんですが、結構決定的な3点差じゃないでしょうか。この8分で3点差はでかいです。これ簡単に、これはちょっと返せないんじゃないでしょうかね、相手は。なのでなるべく時間を費やしたいとこです。かさえた。なるべく時間を無駄に消費させたいとこですが、パス行った。伊沢くんがカット、弱まっただけ。今度は美咲くん、これも弱まっただけだ。おっと、浦部くんが相田くんにキャッチを許してしまう。あー、カミソリシュート来た。ダメだ、誰も防げない。これは無理でしょう。決まってしまいましたね。2点差になりました。これはちょっと、まあとはいえやっぱり時間消費、時間稼ぎ成功してる感じはあるんで、この調子で5分切りましたからね。これ美咲くん今どのぐらいだっけ。100ガッツがな、少ないんだよな。石崎くんへバックパス、遅延行為。よし、岸田くんへ、岸田くんへパス成功。縦パス行きますか。でもなんか嫌だな。伊沢くんへ、美咲くんへ縦パスです。決まりました。お、結構ゴール前まで突き動かせますね。だがこのまま行くとちょっとガッツが足りないになるんで、浦部くんへ任せます。浦部くんヘディングシュート、え、強い。中西くんクリアです。しかしナイス石崎くん、これでかいですね。一旦5番へパス、高杉くんがパスキャッチです。いや、ワンツーはしない。ここは岸田くんへ、やっぱり飛ぶか。終了です。立浪を下しました。レベルアップ3人か。
森崎くん、石崎くん、浦部くんっていうとこですね。さあ次は誰が相手なんでしょうね。武蔵、あ、これ三杉くんのいる武蔵だ。今ですね、ワールドユース編やってますからね、キャプツバは。キャプツバのアニメは。さあ、三杉くんも鍵を握ってます。心臓病の三杉くん。心臓病さえなければ相当のフィジカルですからね。どうかな、前半が本当に勝負なんかな。スコア面をいきましょう。チームデータです。レベルです。浦部くんってレベル上がったっけ。石崎くんも9に上がりました。石崎くん結構最大ガッツがでかいですね。出番があんまりないんだよな、石崎くん。石崎くんシュート力ってどのぐらいかな。14だから、高杉くんが13とか、滝くん、滝くんより石崎くんの方がシュート力あるやん。まあ特別なシュートは持ってないのかもしれないけどね。そう、はやぶさシュート、はやぶさボレーシュートがある新田くんには。オーバーヘッドキックでは160ガッツ消費するんだ。だから簡単にはいかないですね、スーパーシュートは。いきましょう。あ、まさか私惚れて見つめている。ふう、モテる男は辛いぜ。さあ相手です。三杉くん、デイクの後半からですからね。キスイくんが間に合いました。逆に言ったら三杉くん以外怖くない、どうなんでしょうね。可能性はあるな。さあ新田くんがフォローです。滝くんへ。滝くん7番ながらフォワードですね。ちょっとワンツーしよう。いや、え、なんで。動かない、つきまといます。うわ、ダメだ、誰を守ってくれない。浦部くんがフォロー。
お、ちょっと待って、ワンツーで5番とワンツー。いいですね、使い方がいい。でもちろんこのままシュートするわけがない。三崎くんへ渡します。あ、こぼれ球になっちゃったか。だが木杉くんに渡りました。ちなみに スマッシュが早いな。つきまといます。あ、初リターンか。森作も飛び出す。ナイス森崎くん。美咲くんに渡します。もっと美咲くん前出ている。木杉くんとワンツーで一気に前進してチャンスを狙います。でもなんかワンツーとかパスプレーに対してボール取ろうっていう意識が強いな。お、これはどうするんだ。ドリブル、これ球になっちゃったか。コーナーキックか。いけると思ったんだけど。あ、なんか違う。何貼ってんだ。あ、だが滝くんがついた。焦ります。かわされた。ダメだ、高杉くん届かない。岸田くんがつきます。タックルいきましょう。あー、かされた。石田くんがたついた。石田くんもタックルですよ。ダメだ、遠かない。パンチングです。危ない。あ、でもまだだ。トラップだ。あかん、敵がすごいいる。こぼれ球になって、敵がすごい前進してるからな。波状攻撃で防げない。お、どうして。すごい。おっと、でも森崎くんまあ倒れております。フォロー、フォローしよう。岸田くんだ。もちろんトラップ。お、今度は伊沢くんだ。トラップ。おー、森崎くんのガッツで救いましたね。
パスかな、普通に。いや、ワンツーかな、美咲くんと。で、縦パスです、新田くんへ。さあ、先制点が欲しい、本音としては。ちょっと美咲くんが遅れているぞ。これどうな、パス渡るか、届かない、チャンス、木杉くんです。木杉くんに託します。ヒリングシュート、あ、ダメだ、高杉くんが。木杉、もう一回木杉くんへ、今度パス通ります。2回目のヘディングシュート、強いな、やっぱりキーパー。これは届かんだろう、どうかな、取られる、取られない、大丈夫。残り3分を切りました。ちょっと木杉君に渡すけど、本当に木杉君に、木杉君がシュート決めるかちょっと見計らおう。新田君がいる、シュートします、ヘディングシュート決まりました。先制点は南葛、新田くんのヘディングシュートは決まりました。いいですね、南葛先制ですね。さあ、前半もあと2分です。リードを保ったまま後半に、三杉くんが出てくる後半に行きたい。タックル行きましょう。美咲くんインターセプト成功。美咲くんパスキャッチ。さあ、ロスタイムのみ。あ、前半終了です。やることはまあ一つです。そのまま、試合をやります。イベントをやるんじゃないかな。さあ、アイドル貴公子美杉くんが出てきます。
弥生です。もう彼女になってるはずだのな弥生。ライバルキャラですね、典型的な。美咲くん、君たちをプレイヤー十分見せてもらった、今度は僕の番だということで行きましょう。もちろんずっとパス回ししてりゃ勝てますけど、そんなことはしません。せめて2点3点差あって残りの時間が短ければやるけどな。そんな真似はしたくないよね。難しいなとか言いつつ、とりあえず石崎君にバックパス。伊沢くんへ、伊沢くんサイドから攻めていきます。滝くんへ縦パス、ここで来ますからね。ちょっとなんか遅いよな伊崎くんが。二人囲んでるのは良くない。高杉くん、美咲くんへ。高杉くんだ。なんで高杉くん？行こう。届かない。さあ、木杉くんが。ただ、すぐシュートしなくてもいいかも。サイド新田くんへ託します。構わずシュートです。ボレーシュート、パンチングで防がれた。中山くんがフォロー。一気に前にいます、出ますね。滝くんかな、でも届くんかな。当然敵も来ますからね。南葛をスローインになります。ちょっとこれ守備が多すぎる感じがある。中山くんへパスして、ちょっと遠いんだよな。これセンタリングするが届いた。滝くんへ、やっぱり美咲くんだよな。美咲くんに行きましょう。あれ嘘、石田くんがもうこれやるしかないでしょう。あ、パスこらえたか。わあ、9番に渡ってしまう。敵を9番がシュートになります。どうなる、危ない。おお、救われた。滝くんがパスキャッチ、危なかった今の。滝くんがまだドリブルですね。4番が迫ってきたか。でも構わず進んでいきます。11番がもう前へ来てるなと見せかけて、美咲くんへ。滝くんがセンタリング、美咲くんが
いや、シュートですよ。ジャンピングボレーだ。伊作くん、ジャンピングボレーシュート、すごいな、この効果決まりました。2点差ですね。いいんじゃないでしょうか。残り18分ですからね。三杉くんはまだほとんど出番がない。止めに行きます。邪魔しに行く。あ、ダメだ、やまっただけ。三杉くんがここでパスキャッチだが、美咲くんがついた。美杉くんと美咲くんの一騎打ちですね。まあ、タックルで行くかパスカットで行くか、これね、パスカット選びます。あー、おっと、三井くんがシュートするんじゃないんだ。さあ三井くんが動き合わせたが、ここもう何としても防がないといけません。身構えましょう。クリア。フォロー。決める。ハイパーオーバーヘッドっていうのがあるんですね。届かない。これは厳しい。決まってしまった。1点差に縮まります。石崎くんとか3人いても止められないか。え？なんかな、他のキーパーもボール取りに行こうとするんだよな、武蔵は。そこが怖い。ガッツは454か。石崎くんに一度バックパス。ちょっと弱気になってますが、中山くんへ。ここで7番が浮いてます。まあでも伊沢くんでいいかな。この美咲くんチャンスですよ。やまっただけ。美咲くんシュート。
いや待った、これ止められんな。さあ今度はキズイ君へ。キズイ君ゴール前です。決めましょう。キズイ君ボレーシュート、キャッチングを許してしまう。あ、抜かれた。石崎君なんとか防げ。ダメだ。うわ、直接シュート、パッチングです。決まってしまった。敵の9番が強い、このチームは。森崎くんだからな、ワーキング。まあ正直三井くんのハイパーオーバーヘッドで流れが一気に変わったよな。試合再開です。この後何としても取りに行かないといけません。最後やっぱり美咲くんにボールを回すつもりで行くしかないですね。さあこれも、うわ難しいな。9番へどうかな。 OK、二択に渡ります。11番、ワンツーでもいいかもね。キズギ君だ。敵の3番が来る。あ、何、なんでミスったんだ。さあタック君がフォローです。ミスイ君がこれ伊沢君へパスです。さあ当然三井くんがブロックする。嫌まっただけ。え、敵の5番もいるのか。なんかもうみんなあのボールを拾おうっていう意識がすごい高い。ドリブルで、え、なんで、あ、南葛をフリーキックです。さあチャンスですよこれ。最後はやっぱり美咲くんにボールを渡して決めたいとこですね。壁になってるんだな。伊沢くんへ一度パスして、さあこれもちろんこれで、決めません。美咲くんへ渡します。こぼれ玉なっちゃったか。赤取られた。クリア。しかし中山くんがカット。ちょっとやっぱり壁が高いんだよな敵の。そう、そこなんですよね問題は。あーっと、これが怖い。弱まっただけ。
三井くんがパスキャッチ。さあこれ邪魔しますが、敵の11番にパス。さあもうほとんど勝負はわずか。さあナイス高杉くん。難しいなあ。あ、ちょうど縦パスで美咲くんがいるじゃないか。え、嘘。やばい、こぼれ玉になった。そこを美杉くんが待っている。だがなんとか耐え切りましたね。ここはPK 戦ですね。さあ、最初誰を投入するかが大事ですね。新田くんで、2番目が石崎くん蹴ってもらうか。シュート力高いんだったらありだな。木杉くんだ。さあ防いだが、お、防いだ、ナイス。右動けません。敵6番全部左隅。これは裏をかかれた。とにかく右すぎ。敵動けま、敵キーパー動けません。正面、あーダメだ、反応できない。伊沢くん反応できない。敵3番正面、ダメだ、右側だった。さあ三崎くん、これ決めるとでかい。う、敵反応できません。これ防ぐと勝ちです。右すぎ、あーっと裏をかかれた。さあ木杉くんへ、左隅反応、対応できない。決まりました。 PK 戦全部決めまして、武蔵戦に勝ちました。お、心臓はまだ不完全だ。まさにあのボールは友達なんだですね。それはどうかな。うん、いずれはやっぱ同じチーム代表、日本代表として一緒に戦おう。
諦めない。じゅん。さあ今度は富良野五回戦、富良野戦です。一気にレベルアップです。美咲くんもレベルアップしましたね。現在チームワーク、松山くんの富良野ですね、イーグルショット松山くんといったら。新田くんもレベル10か。森崎くんもレベル9。キックオフ行きましょう。お、これは松山くんだ。今度は誰だっけ、藤沢だ。さあ南葛からキックオフです。6番へ裏をかきたいですね。フォーメーションが本当に大事です。ドリブル結構ガッツ高いですね森崎くん。滝くんへ、あ、これ止められるかも。いや届かない。どうかな、ちょっと長い距離が。お、キスイ君渡りましたが、シュート、キスイ君ヘディングシュート、さすがにパンチング。そこを新田君が、おっとこれは近くにいます。新田君って今どのぐらいだっけ。美咲くんにパスで、美咲くんがヘディングシュート。オーバーヘッドはガッツ使っちゃうからな。あ、ダメだ、やっぱり敵のキーパーが強い。さあ今度は木杉くんへ、新田くんへ渡します。おっと敵の3番は届かない。シュートです、ヘディングシュート、どうだ、決まりました。新田くん強い、シュート力が。先制です。
日卓に渡せばある程度いい場合もあるよな。さあ試合再開です。まあイーグルショット強いからな。ワンツーか、これが怖い。伊沢君と三沢君タックルです。あと重ねた。お、今度は高瀬くんと浦部くんしつこくつきまといます。シュート？おー、ナイスこぼれ球、キスイくんがフォローです。シュートすると思わなかったからな、この距離で。今ちょっとマークが外れましたね、三崎くんへ。三崎くん渡します。いや、まだドリブル。ここで新田くんへ決めてくれるでしょう。さあ1対1の勝負だ。あー、捉えたか。あ、結構やばい。マッツリターン、これが怖い。ゴール前までもう行っちゃいますからね。でこれでもうキーパー抜い渡っちゃうからな。キーパーの前まで行っちゃうからな。ナイス森崎くん、これがこのゲームの怖さ。センタリングです。さあしかし、こぼれ球になったが敵の4番がキープしている。こぼれ球になったが、ここ伊沢くんですね。松山くんが来ましたね。なんかつゴールキック、キスイクに渡ります。ちょっとやばいな、誰もついてきてない。あっと捉えてしまう。やっぱ無茶だよな。さあ中山くんと伊沢くんがマークにつきます。パスカットかな、かわされた。敵の11番もなかなか強いな。
森崎くんです。シュートに備えるしかないと思う。さあここで松山くんが待っている。全部パスカット。ボレーシュートは打つが、あ、ダメだ。キャッチとか言ってしまっている。無理に決まっているだろう。ということで松山くんのボレーシュートは決まってしまいました。前半残り6分となりますが、ワンツー、9番とワンツーです。新田君と9番が届かない。また6番、こぼれ玉かは4番にフォローされた。こぼれ玉、これを6番がフォローです。松山君に渡ってしまう。これは防ぐしかない。どこに行くんだ。届かない。これワンツーかな。どこにいるんだ。松山君にここで渡る。防ぐしかない。なんだこれ。タックル、ブロック、勝負だ石崎。あ、反則。フリーキックです。これを待っていたのか。え、壁左寄りだろうな。やっぱりイーグルショットですね。すごいな。そう、何度も抜かれてたまるか。無理でした。速落ち2コマ。
あ、知ってた。前半終了です。気にせずに試合再開しましょう。敵ボールですよね。弱まっただけ。敵の11番が有効に働くんだよな、これが。しかもシュート打ってきた。こぼれ球になって石崎くんがフォロー。頼むぞ美咲くんということで、おっと敵6番が、いや美咲くんパスキャッチ、これパスは危険かもな。ドリブルで越えた方がいいかも。ガッツをまだまだありますしね。行きましょう、もう勝負です。4番もシュカ、ドリブルで越えるんだ。ナイス、美咲くん。さらに越えます。おっと、南葛ペナルティーキックです。今度は南葛がチャンスですね。さあ誰を決めましょう。ま、やっぱり美咲くんじゃないかな。キッカーはもちろん美咲くん。左隅裏をかきまして決まりました。同点です。スイ君遠かない。美咲君との 対戦です。フランを内攻撃、勝負だ。美咲こぼれ球になった。だが6番がワンツーリターンで上がっていく。
こ取れなかったんが痛いな。ボール拾っていくよな。フォロー。これシューツパンチング、届かない、決まってしまった。超ワンツー。超6番向かっていきますが、シュート決まります。弱まったがだけ。さあ木杉くんが今どこにいるんだ。シュート、あっと敵越えてしまう。浦部くんがキープが、ちょっと誰もついてきてないのが良くないな。これはドリブルで5位に上がっていきましょう。嘘、どんだけボール取られるんだ。松山くんにパスキャッチが決まってしまう。ワンツーリターンで3位前進。おこぼれ玉になって高杉くんがキープ。これチャンスじゃないですか。美咲くんが行きます。美咲くん勝負かけます。ここはあ、普通のシュートになっちゃったや。え、なんで。またなだれ攻撃、ポケモンショーク。みんな確かに上がっていくよな。これでなんか結構全然石崎くんがついていけないや。これ怖いんだよな。飛び出す勝負。あ、冷静ですね。
誰もいない。石崎くんナイスカバー。まだ諦めていない。やばいな、トラップかな。パスでもいいかもね。高杉くんへ吹っ飛ばされた。嘘でしょ、なんかむちゃくちゃだ。パスカットしよう。リングシュート。あー、これは厳しい。ちょっと厳しいな。突き放されてしまった。6分50秒はちょっと厳しいね。7番からワン、滝くんとワンツーです。決まりました。今度は美咲くんとワンツーかな。さあ新田くん今どこにいるんだ。ゴール前だ。決めます。新田くんヘディングシュート、決まりました。1点差。さあもう5分を切っております。ちょっと前出ないようにしよう。あえて遠かない。
ワンツーかな、いや違う、ワンツーじゃない。中山くんがつきます。タックル、かわされた。こぼれ玉、伊沢くんがフォロー。さあここもう行くしかないですよ。滝くんへ、もう思い切って縦パスです。届くかな、こぼれ玉になっちゃう。なんかつスローイン、滝くんとワンツーです。でもこれ時間消費しちゃうんだよな。確か、さあ新田くん、ちょっと角度が悪いけど誰もいないからもうこれ決めるしかないや。ヘディングシュート、ラストチャンスにかける。あーダメだ、あまだチャンスあるかも。クリアです。厳しいな。見余っただけ。松山君に渡るボールが、またなだれ攻撃、時間ないですからね。岸田君がつきます。タックル、かわされ、軽くかわされる。試合終了。南葛惜しくも敗れました。富良野戦に戻されます。木杉くんのみレベルアップですね。ということで、再度次回は再度富良野戦ということになってしまいましたね。なのでそんなにレベルが上がってないんで厳しい戦いを強いられそうです。正直どんどん負けが決まったらほとんどもうガッツ削りに行ってもいいかもな。ワンツーとかシュートとか必殺シュートとかで、ということで、今回、次回はこの富良野戦の再戦からやりたいと思います。多分 1,2 回で突破できるかって言ったらあんまりその望みはないな。なので何回も富良野戦やるんじゃないかなと思います。まあ、なんせ立浪戦、それから武蔵高校戦と順調すぎましたね。あっさり、特に武蔵高校戦はあっさり三杉くんの壁突破できるとは思わなかった。そんな三杉くんが強いわけではないかな。でも相手をボール持って三杉くんに渡そうとしてたから弱いわけじゃないんだろうけど、こちらも成長してたから勝てたんだけど、富良野戦ではこれが通用せずに、で武蔵高校に戻さずに再度富良野戦なんで、ちょっと進みが厳しくなるかもしれないですね。この後はち
まあどちらにしましてもこれでキスイ君がレベル10に上がりました。顔面ブロックガッツ400やばいだろ。はい、ということで、次回、をお楽しみに。今回の配信はツイッチでお送りいたしました。ツイッチアカウントフォロー、ぜひお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー Please。YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。8日21時頃にこの配信のプレミア公開 YouTube でアップロード予定です。ぜひそちらでも見てください。 This live archive my YouTube チャンネル upload 2 days after my YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。続いて旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねをお願いします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで「キャプテン翼2スーパーストライカー」ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。